ホッケとは、アイナメカホッケアカに属する、米水性の魚。成長に従って、アオボッケ、ロウソクボッケ、マボッケ、ネボッケと呼び名が変わる。地方名には、タラバホッケ、チュウホッケ、ドモシジュウ、ホッキ、ボッケアなどがある。ホッケアカプラリーグラミニーは、ホッケ属、プラログラムス一属のみを含み、ホッケピーアズナスと、 北のホッケピマナプタージアスの2種が属する。北のホッケヘプラログラムスマナプタージアス体長40センチメートル程度。英名はアッテカマクリル。通称はシマホッケ。マホッケよりも水深の深い海域を好む。日本付近では、茨城県、津島海峡以北、黄海、ロシア沿海地方、オホーツク海、南から太沿岸、東北から 北海道周辺に分布する個体は分布域や産卵時期の違いから4つの系群に分けられている。生魚の生息推進は100メートル前後の大陸方で産卵期の春秋では浅くなる。産卵期は9月から2月で婚姻食が現れる。水深20メートル以前の岩の間に卵を産み、孵化するまでオスが餌を食べずに保護をする。 産卵は摂氏16度程度で開始され指摘水温は摂氏13度前後摂氏8度程度で終了するとされている。なお、井戸と産卵期のズレの関係は水温差が要因とされているが十分な研究はされていない。主な餌は低成生物、多魚類の卵、海底に沈降するプランクトンで北海道の日本海沿岸周辺においては初夏から春の間にかけて 海面近くで群れになって、上向きで泳ぐことにより渦巻きを発生させ、海面のプランクトンを引き込んで捕食する。この現象は2009年9月5日放送のワンダーワンダー、脅威の海ホッケの柱、及び同年10月4日放送のハイビジョン特集、北の海にホッケが舞う群れ、その神秘の物語において取り上げられた。制御の全長を60センチメートル。 側線が5本あり、体にはっきりしない黒色横帯がある。幼魚は海の浅いところに住み、体色は青緑色をしているが、成長につれて海底付近に住むようになり、体色は褐色を帯びる。このため、他の甲骨魚類に見られる浮き袋を描くのが特徴。成長の度合いは海域によって差があり、東北系北ケでは万2歳で、 体長26から 28cm、満3歳で28から 32cm、満4歳で31から 34cm に成長する。一方太平洋海域ホッケでは、東北系より成長が早く、満2歳で体長27から 32cm、満3歳で29から 34cm、満4歳で33から 36cm。 漢字では、と書く。俗説によれば、鎌倉時代、日蓮州の日時商人が、江戸地を去る例として、これまでいなかった魚を獲れるようにし、地元の人はその魚を、ホッケと呼び、村落を、トドホッケと名付けたとなっているが、トドホッケ村の地名は、アイヌ語だというのが通説である。は、文字コード規格においては、ジス X レニーチ 2000およびそれに追随したユニコード3.1で追加され、実ス第4水準に分類される。本種の鮮度が落ちやすいため、流通や冷凍技術が発達していない時期にほとんど食用とされなかった。しかし、北海道近海でニシンが取れなくなると代替品としてホッケの需要が急増した。また、第二次世界大戦後の食糧難に伴い、 本州はありかつ大量に取れる食材として重宝され、関東地方などに配給された。しかし、前述の通り冷蔵技術がまだまだ発達していない、時代ゆえ鮮度と味が落ちてしまったことから、戦後の食糧難を経験した世代には、当時の記憶もあり、本州をあまり好まない向きもある。流通する際には、開いた干物として並ぶことが主流である。干物にすると、 淡白の味に独特の食感がある。また骨が取りやすく食べやすい。北海道などでは生のホッケも普通に販売されている。このほか、カス漬けやみりん漬けもスーパーなどで容易に購入することができる。特にホッケのみりん干しホッケの燻製は微味とされている。しかしこれらの加工品はほとんどがマホッケとは別種の北のホッケであり、マホッケの加工品はあまり出回らない。 2015年度の漁獲口は約1万7000トン。1キロあたりの価格は272円とかなりの高級魚となっているが、資源の減少が本格化する前である2007年、当時のキロあたりの価格は48円とかなり安く、かつてホッケは庶民の魚とされていた。底引き網、巻き網、低地も等で漁獲される。水産庁によると、マホッケの漁獲量は 1980年代は30万トン程度で推移したが、1998年の約24万1000トンから2010年代に入ると水温上昇や乱獲のために漁獲量が激減。2013年には約5万3000トンと15年で78%減少し価格が上昇している。特に同欧の日本海から オホーツク海にかけての海域でよく採れたが、この地域では2012年より漁獲制限がかけられている。ホッケの焼き魚定食鮮度低下が早いため、開いて干物などにするのが一般的である。鮮度のいいものはフライにしたり、煮付けにされたりと酒魚としても活用される。しかし、冷蔵や物流が発達した1980年代以降では、そういったイメージも薄まり、 全国の一般家庭に並ぶ普通の食材となっている。センビセンチュやアニサキスなどが寄生しているため生食は行われないが、近年では冷凍技術の発達により摂氏20度以下で冷凍した刺身用フィレの流通も少ないながら行われている。ありがとうございます。